皆さんこんにちは、キスケです。本日はリミテッドの、復活ご飯を使っていこうかなと思います。まあ、何やらめちゃくちゃ流行ってるんですよね。今その劇場版のキャラクターが追加されて、龍拳悟空と、タピオンが追加されて、その劇場版の紫枠としてすごいよく見る、体感やけどね。でまあランキングとかもざって見てみると、やっぱりパーティーに採用してる人っていうのがめちゃくちゃ多いんですよね。まあ、なので、また流行ってきたのかなっていう、復活ご飯再来っていう、感じなのかなということで、まあ、使っていこうかなと思います。使っていくのはもちろん、劇場版パーティーで、戦っていきます。まあ、やっぱね、龍拳とタピオンの並びが強いし、ウルゴジも相変わらず強いし、まあ、そこのサポート役として、まあ、サポートはタピオンなんやけど、まあ、ライジング受けとか、そういったあたりを担ってくれるのが、まあ、リミテッドの復活ご飯ということなんで、まあ、その辺をちょっとうまく使えれば、だいぶ活躍するのかなとは思いますね。なので、今回は、まあ、相手のパーティーがどんなパーティーであれ、とりあえず復活ご飯は確定。で、それ以外を相手のパーティー見て選んでいくっていう形で立ち回っていこうかなと思います。よければ、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしました。サイヤ人パーティーですかね。まあ、前3体で来るのはほぼ確定でしょう。じゃあ何を出すか、こういう感じか。タピオン出したいけどな。いやまあでもこういう感じが一番あれか。これでいこう。お願いします。復活ご飯流行ってた時期、なんかもう今では懐かしいよな。急に見なくなったよねまあ悟空ベジータが実装されてから目に見えるように消えていったんやけど、それまでマジで一強やったからな。はい、はい、ナイス。これは龍拳しっかりとユニークゲージを貯めていこう。まあその復活ご飯を採用することによって、そのライジング受けとしてタピオンを絶対選出しなくてもいいっていうのはありがたいよね。相手打撃しかないなこれ射撃あったらもうちょい使うんじゃないか。あー、もったいねー今の。はい、必殺技消えていく。そうだよなー、特殊圧使っといてもよかったか。なんかコンボ中に採用しようかなと思ったんだよな。なんか売ってるこれ、売ってない。はい、また避けるんじゃない。あー、なるほどOK です。ナイス。あ、ナイスじゃねえ、強制勝利捕まっていく。射撃なんだそれなんだそれマジかよ。いや5カウント耐えて、ライジングじゃないよね、耐えて 5カウント。あ、 OK、 5カウント耐えた。ライジング、危ねえ危ねえちょっとヒヤヒヤするね、タピオンと勝手が違うからさあとりあえずこれで、まあ復活は剥がれたんですが、まあ活躍はしてくれたね。ライジング受けてくれたんで、前ダッシュして範囲特殊から合わすか。ほい、バーンマジツリーよなこれはい、オッケー。まあ射撃圧でいくか。読まれそうやな、読まれない、危ねえ。2択やったねとりあえずこれ交代禁止が入っちゃうんだよな。でこれユニークゲージマックスやったらめちゃくちゃ強かったんやけど、
はい、ありがてえマジ感謝。外すか。まだ たまってなかったくそもう海地くん、ヘタッピさ、はい、うわうまい、マジかよ、くそ、やるね、役に立ってみせる、オッケー、これはありがたい。いやここで落としてくれんのは助かるね。ただ黄色残しはな、いやでもまあ復活ご飯に関しては正直いるだけで仕事はしてるというか、あれ嘘、あびっくりした、くらえ、範囲特殊、これが強いわけ、皆さんこれなわけよ、はい、危な打撃封印忘れとった、落とせるよね、おひょー、つえ、なんかマジで復活ご飯縁の下の力持ちっていう感じしたわ。ライジング受けて範囲特してコンボ取ってみたいな。さあマッチングしました、劇場じゃないか、サイヤ人パーティーか、対戦やっていきましょう、お願いします。まあこれに関しては初手タピオン使うか、次、うん、こういう感じでいこう、対戦お願いします。ここでちょっと問題になってくるのがライジングで受けるべきキャラクターはどっちなのかっていうところですよね。だこれがもし復活ご飯でライジング打ってくるんやったらタピオン出せばいいし、身勝手でライジング打ってくるんやったら復活ご飯出せばいいんで、通常、おいマジかよありがてえ、はい、いいよ、ユニークゲージ貯めるを半分か、いや強い、火力やば、はい、撃っちゃえ、あひゅー、まいやひゅー、まあ、やふー、攻めるね攻めるね、はい、残念だったね、止めてくる、こわあざす、さよならまさかの落ちんじまったわ、特殊で見てありがたい、死んじゃうよ、あらあら、これ皆さんタピオンでライジング受けで OK です絶望的なダメージになるんじゃない、これ大丈夫、迷う聖域ライジング打つか迷ってんだな、うんオッケー、ほい、よいしょ、まだまだこれからだ、これ皮外れるんで終わりよ終わりよ、皆さんいくらタピオンライジングで落とそうが待ってるのは絶望だけ、どうする、近づいてくる、止めてくる、なるほど、オッケー、受けようこれ多分ね、タピオンライジングで落とされた方が試合終わんの早いわ、オッズです何もうまくいかんやん、くらえ斬撃、対戦ありがとうございました、はい皆さんお疲れ様でした。本日は、巷でめちゃくちゃ流行りだした復活ご飯に関して
まあ喋りながら PVP 回してみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ1試合目なんてほんまに顕著でしたよね。その役割というか、ライジング受けて範囲特殊でコンボ取って、その最新のキャラクターにつなげていくっていう、ほんまに縁の下の力持ち的な感じで使えるんで、なかなか良かったんじゃないかなって思います。まあ、やっぱタピオンと違うところは、そうね、範囲特集ですよね。うん、コンボがより簡単に取りやすくなるっていうのはだいぶメリットだと思うんで、まあ、流行るのも分かるなっていう、うん、感じでしたね。ただまあやっぱりその復活ご飯で殴ってやろうっていう気にはならないっすよねやっぱり、まあ、変身してしまえば全然問題ないかなとは思うんやけど、やっぱり龍拳とかウルゴジとかで殴った方がユニークゲージ溜まるし、まあ、メリットがすごく大きいんで、まあ、やっぱそっちに流れちゃうのかなとは思うんですけど、まあ、1試合目みたいに使えればもう十分仕事はしてんのかなっていう感覚にはなりますね。はい、やっぱ復活強えなということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。